吉田さん、FX はね、簡単なんですよ。うん。簡単なんだとは思うんですが、簡単になったんですよね。最初に FX 見たときは、やっぱ難しそうだなと思いました。まずはね、画面の操作法が分かんなかったんですよ。画面の操作法、要するに道具の使い方が分かんないから、勝負に勝つっていうのは非常に難しいと思うんですよね。だってタイミングが測れても、エントリーすることもエグジットすることもできないわけですよ。そういうところから始まって、まずはどのボタンを押したらどうなるのかってことを覚えるところ、まあ基礎知識が必要ですよね。それからフォーメーションっていうのがあって、ある一定のチャートの形ができたら、次にこういう形のパターンが考えられるよってのは、過去の何十年もの何百年ものね、その積み重ねでほとんど高確率でこうなるっていうパターン化されてるんですよね。だからダブルトップとかトリプルボトムとかっていう言葉が存在するんですよね。まあいつもそうではないんですけども、そういう可能性が高いから、100回その形が来たら、まあ大体70回はそうなるとかね、まあ、そういうふうに当たりをつけていくわけですよ。だからね、だんだん簡単になったってことですかね。取引の回数が増えると、トレードの回数が増えると、まあ繰り返しますけども、 FX の勝ち方ってのは、まず第一がチャートなんか見ずに、パソコンも開かずに、基礎用語を覚えるだけですね。で、2番目が、覚えた基礎用語と基礎的な使い方を元に、実際に、まあ、0円でやってみるとか、少額でやってみるみたいなので、場数を踏むわけですよ。それで、あ、結構勝てるなっていう風なレベルまで繰り返していったら、実際にお金を、そこそこの金額を投じて、そこには度胸が必要です。投じてスタートするってことですよね。だから基礎知識、トレーニング、度胸、精神的なものですね。この3つの段階で FX は終わりなんですよ。例えて言えば、中学1年生で基礎知識を覚えました。中学2年で実践でトレーニングしました。そして3年生になったら、実際にお金を投じてみてトライしてみると、こういう流れでいいんじゃないですかね、うん、でも教材作ってみて思ったんですけども、まずね、基礎知識を覚えるっていうところで半分以上が脱落しますね。で、残った人たちに中級編といって、その知識をどうやって使うんだよと、フォーメーションとかね、逆田語法ってこうだよっていうふうな解説をするときに、それを何回も何回も使わずにまた終わっていきますね、うん、だから実際にお金を投入して、そこでは精神力の過激っていうのが最終的にあるんですけども、そこまでいかないですよ、うん、で、これね、一つのね、物事の例えでこういうのがあったんですけども、うん、全てのことってまずはね、平坦な道を用意スタートって言って踏み出すところからスタートするんですよ。全員一度にです。でもその時点でスタートラインから動かない人もいるんですよ、ね、まずは今いるスタートラインを離れて最初の一歩を踏み出すことに躊躇する人もいるんですよね。で、こうやって走っていくと、だんだん疲れてきて休んだりどっか行っちゃったりする人もいるんですよ。だからだんだん減ります。そのうちに私たちは歩くだけじゃなくて、ちょっとね、小走りになっていくんですよ。そうすると小走りができなくて脱落する人もいるんですよね。で、だん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 走るスピードが速くなっていって、その速度につれてですね、まあ平坦な道もだんだん角度がついていくんですよ。そうするとその角度を登りきれない人とか、途中でやっぱり疲れてしまう人とか、飽きてしまう人とか、他のものを見つけてあちこち行く人とかいてね。で、最初は大勢でスタートした道もいつの間にか少数の人たちになっていくんですよね。で、どんどん坂は9倍になっていきます。そうすると今度は登り始めるんですよ。そうすると足の力だけじゃなくて腕の力も必要になってきます。そうすると腕の力があんまりない人ってね、やっぱり登れずに落ちていくんですよね。で、ぐーっと登っていくと、だんだんライバルが最初は数千人もいたのに数名になってるんですよ。こうやって登っていくときにはね。で、一番上の頂には人が一人しか立てない、そのぐらいのスペースしかないんですよ。で、登り切っていった人が最後にその限られたスペースを奪い合っていって、蹴落とし合っていって、一人だけがその上に立つ。これを孤高というらしいんですよね。孤高っていうのは孤独に似た概念なんですけども、求めてそこに行く人のこと、これを孤高というらしいんですよ。孤独ってのはいつの間にかそうなっちゃった、要するに人から見放された人なんですよね。孤高っていうのは人を見放した人なんですよ。まあ見放すと言ったらちょっとね、
変な言い方になりますけども、自分の目的地に到達するためにそれ以外のことを諦めた人なんですよね。まあこういうふうにね、一つのこの概念が、競争という概念がイメージ化されてるんですけども、 FX とかビジネスってそこまでいかないですからね。ここじゃなくていいんですよ。平坦な道をまあ早歩きするぐらいのレベルなんですよ本当に、でもほとんどの方はまあ行かないですよね。私から見ると結構いるんですけどもね、歩いてる方が。まあでも月収に1万なのか10万なのか100万なのかばらつきありますけども、でも自力で自分の商品を作ってね、販売に成功する人はもうあまた見てきました。それが生活を支えてるかどうかっていうのはまた別なんですけども、でも例えばサラリーマンさんだったらプラス3万とかプラス5万で十分だっていう考え方もあるんですよ。ならば無理なくその金額をずっと稼ぎ続けて、小さなビジネスのプロフェッショナルになるっていうのもいいと思うんですよ。でもサラリーマンを辞めたくって毎月50万とか100万稼ぎたい人もいるかもしれません。そういう人は言ってみれば急な坂道を手で登り始めたような人ですよね。当然ですけどライバルは少ないです。でもその道は結構ね過酷なんで、ちょっと気を離すと転落していってね、稼ぎなくなっちゃうんですよ。それこそ詐欺をするようになっちゃったりとかね、あやふやなことをするようになっちゃったりとか、サポートを投げ出して逃げたりとかっていうのがそういう方に当たるんですよね。だからやっぱね、だからそんなにやることは難しくないんですよ。まずは最初は難しいけども、自分のやりようによって難しいことが難しいと感じなくなるってことをね、認識するべきかなと思うんですよ。こう両手両足で坂を登るときね、こうやって崖を登るときでも体を鍛えてきた人は登れるんですよ。でも体を鍛えることを怠った人はとてもじゃないけども登れないんで、麓からこうやってね見上げるだけなんですよね。あの人すごいなみたいな感じで、まあそれがだから、月収100万とか200万コンスタントに上げてる人を見上げる人の姿なんじゃないですかね。でもまあ稼ぎ方はシンプルですよ。商品作って集客してセールスする、この3つです。で商品を作るときに10人に売って100万作りたいんだったら10万円の商品を設定すればいいしね。まあ、10万円の商品作れないよっていう方は、じゃあ1万円の商品は作れませんか、1000円の商品は作れませんか、1円の商品は作れませんかって掘り下げていって自分の力量を知るわけですよ。でも逆にね、セールスうまくいかない人が1円の商品作りましたっていうのは聞かないですね。なんかね、その数円の商品とか数十円の商品を侮ってるんでしょうね。まずは1円、10円の商品、100円の商品作って売ってみたらどうかなと思いますけどね。それがだから1円にどのぐらい真摯になれるかってことじゃないですかね。ビジネスってのは1万だろうが10万だろうが100万だろうが1円の集まりからできてるってことを知ってるってことだと思うんですよ。つまりは動画本数が1万本あろうが2万本あろうが1本の集まりだってことなんですよね。1本1円どうですか、できないですかね。いってらっしゃい。